くりがお送りする尺伸ばしガシャ実況動画。悪質な時間稼ぎマリサもいますよ。そういったことで今回も小田川で運営さんがばらまいた限定ただちけ消費してきます。小田はゼロクロスまだ銀図も出てないんでさすがにそろそろ欲しい。むしろ小田川で今欲しいのゼロクロスくらいしかない。最近の小田新期待だらしねえな。当然のように白枠もわしの絶対にゼロクロス欲しいというピュアな物欲に眼音の神が出した答えがこれ。ゴミ、圧倒的ゴミ。今砂に乗ってるやつゼロ人説。金図もしっかりとかがり様期待の方出す悪質なペイプーイン商法。課金してない霊夢さんが 100% 悪い。せめて無限正義編の方は出してください。金図の刃でフィニッシュです。まあ苦手な400コスなんで銀図1枚出れば十分やろ。ジャスティス一族に興味ゼロプレイヤー。だが限定チケ残り4枚あるんで自腹ただチケ6枚足してバイプッシュ。自腹ただちけは自腹じゃないです。104号とかいう戦争博物館多分さ週まで乗らないと思う。金図出しとけええやろの精神。だが9周年でロックスガシャコンで二次枠確定演出小池 P からのお年玉ゲットだぜ。やったじゃん、お客様の金図の価値守護れないじゃん。やったじゃん。両方金図持ってる。お客様の金図の価値を守るためです。ご安心ください。もうこれが最後のラスト。ただガシャストライクフリーダム金図出すっけない。でも去年の年末にストフリ金図出ましたよね。なんでもええから金図欲しいやろがい。うん、持ってるは。こいつなんでこのガシャ回したん。ちゅうことでシャングリとシャングラのミニマップイサカン部屋で新年一発目の小田戦やってこうと思う。明けましておめでとうございます。おじいちゃん新年の挨拶全開したでしょ。今回もまだまだお正月気分ということでゴールデン百式デッキでハッピーセットな雰囲気にしてみました。百式系デルガンしか入ってないんですが、そのセリフそっくりそのままやたの鏡でお返しするわ。ニューガンダムブレイカーやめろ。初動はもちろん突に自信2機のかがり様専用金ピカでオーブ魂見してやりますよ。いや突ならデルガンの方が断然優秀だと思います。バスケローこの動画のためだけに店売り暁金図500マソ GP で買っといたんやぞ。こっちはデルタガンダムの金図買ってください。そして中央の位置取りつつ B 突狙う作戦。ファンネみたいにちゃんとついてきて。ニューガンオンブレイカーまだですか。シリーズ作品を本当にブレイクしてしまう新作お待ちしております。トリマ1トリは数の暴力で無事制圧。オッケー、覚醒発動でビームに強い金ピカが今行きます。F キー発動の暁の戦機は10秒間最高速度上昇、ブースト消費軽減、ビーム系の火ダメ 15% 軽減。常時発動する固有モジュやタの鏡と合わせるとビーム系ダメージを最大 50% カットする。すごい。武装もワンマガ2発のブラストに内臓扱いの聖者バルカンあるんで思ったほど悪くはない。ただ今時の機体にしては非 DP カットしてくれるモジュが一切ないんでダウンゲージレベル1も相まって相当きつい。だが B 突よしされてスーパーかがり様タイム突入。オーブの力を思い知れお前たち。金ピカはとにかく目立つんでヘイトも高いのがさらにこの機体もろく感じる要因。だが落ち着いて聞いてくれ。実は今回本命はこっちのディエルタガンブムなのですよ。かがり様への裏切り許せません。正直今までほぼ使ってなかった機体なんすけど最近銀図触ってみたらなかなかにわし好みなお手軽と好きでいいぞ。これアクションキーでこの超高速ダッシュが最大3連続で出せるんで超高速ダッシュが最大3連続で出せます。2連続で同じこと言うな。こんなことより A 突チャンスです。拠点絶対殴れよ。野生の赤枠防衛が現れるもねっとりストレート食らわなければ高速移動で振り切れる。この強引さがデルガンの売りよ。2点ブラスト1発でフィニッシュです。まあ突は運な部分もありますからね。初手ダッシュが重くそうオブジェにぶつかってたあなたのミスです。3機目は永遠の天パ主人公
光機ガンズムの下品な百式カラーでモブエウーゴ兵エースをしゃぶり尽くすスタイリッシュポイチュープレイ炸裂。もっとようやくして金ピカダサイポイチュー。わかりやすい。ただこのスガンは元祖主人公機だけあって、今の環境でも割と優秀だと思う。固有文字で武器切り替えマイナス 15%、 被ダメ比 DP マイナス 15%、 武器威力プラス 15% が常時発動は破格のコスパ。さらにビームライフル系が高性能で、ビーム守護だと破壊力抜群。そこを誰もいないです。やはり欠点は340コスにしては遅すぎる足回り。新機体と比べるとやっぱり最高速度の遅さは気になるかな。芋掘りブンブンもミリで指南樹に逃げられて爆散炎と。二等改良より一等 D 質のが良くないですかね。二等サベ改良型がやっぱ判定広いし、何よりかっこいいんでここは譲れないのよ。効率悪くてもこだわりは大事にしたい派。ラストは銀図デスペラードで俺たちはこんなネタ支援機に乗ることを強いられているんだ。普段全く乗ってない、ただ黄色くてコスト低いからという理由で選ばれました。装置さえあれば最低限支援のお仕事はできますから。とはいえこいつに期待されてるのはやっぱネット地雷よね。特にこの数字拠点周りは格闘機で突っ込んでくる敵も多いからね。格闘カウンター持ちのゼロクロスが増えたとはいえ、格闘機もまだまだ多いんで適当に地雷埋めとけば。このような絆キルも稀によくある。むしろ格闘カウンター持ちのゼロクロスに踏ませれば味方格闘機がブンブンできっからね。最低コストアンチゼロクロス機体として需要あるかもしらんけど。マインクラフトしつつの好きあらばペチリンココスリプレイダイヤのシャベルください。おめえマイクラやったことねえだろ。覚醒オツオツくんにバレたんでもう奥の手ヒートシャーベル攻撃っけねえ。余裕で外す。やっぱマシンガンだぜ。死んだぜ。見ればわかります。だが十分に時間稼げたんで暁さんのニューガンオンブレイカー2発しまっつよ。ニューガンオンブレイカー2終了です。なんやこのクソゲー。100% 自己責任。これはもう路角 FS ちゃんで怒りのキタネズ案件ですよ。ちょうどキタミノもかかってるんでワンチャンあるで知らんけど、奇跡的に誰もいないんでフルクロスさんと W ネズちゃん。危ねえ、さすがフルクロさんだぜ。これは感謝の拠点殴りするっけねえよな。霊夢さん見の終わるんで突いかんとはよはよ。待ってくれオタコン、ここはステルスでいく。メタルギアじゃねえよ。敵も北突の準備に集まってるんでここはバレてないことを祈って防衛消えるまで待機。マジかよ、奇跡的にバレてねえな。やはりダンボールは最強。ダンボール被ってないですよね。これはもう完全度フリーですんでコテホキャンセルも余裕でやっちゃいます。若干食らってますけど。はい、これで3点増し打ち放題。なんで防衛網をルンや。固定放題食らった時点でマップには映ってるからね。その後はデルタガンブムで再度来た突のチャンスを伺う。完全に突の美味しさを知ってしまった強欲の盛んプレイヤー。今は圧倒的に MS 戦より凸の方がポイント入るし、なんといってもマッチ人数が少ないんで今回みたいな2拠点縮小マップで凸しやすい試合が多い。そういった環境からデルガンやリバウみたいなお手軽凸機体が活躍しやすいと予想します。ただ一つれないと MS 戦はちときつい。あとやっぱ380コストっていうのが重いんで、突起としての扱いは簡単だけどクールタイムが長いのは大きなデメリット。なんやかんやで残り15秒で微妙な点差。ここはデルガンちゃんの中央突で逃げ切りたい。任せろ。だが当然突れるわけもなく返事だけはいい無能。さらにこの間にまさかの敵北角成功で土壇場の大逆転敗北無念。これは敵のラスト北突がうまかった。盤面では押してたものの突差で負ける僅差の展開で、これは珍しく楽しい。ガンオン拠点シャングリラや遺跡は突チャンスあるからええよね。占領潜入ヤークはもう配信停止にしてください。つうことで皆さんお疲れ様でした。来週はバランス調整でエイジ2バイエイト
ヘビーアームズの3機が情報修正。やっと W バレットさんが最強になるんか。残り2ヶ月半しかないけど、バイエイトの方も防御面中心に改善されるんで期待。ヘビーアームズは B 型当てやすくなって撃破時に発動するモジュで生存性もウプ予定。襲撃足でも生生き残れるんすかね。そしてついにカスタムマッチ導入で自分ルールでマッチングできちゃう。ちょっと待ってください。どうしました？マリサさん。いや現状人少なすぎて大規模のマッチングも厳いのに、そこへさらにカスマ部屋も建てられるようなったら人分散しすぎて全部の試合始まらなくなりません。いやそこら辺は運営も考えてんじゃない？多分考えてねえな。そういったことでバランス調整とカスマ待ちつつまた次回。